というわけで乗っていきましょう。いやいや、いきなりすぎんか。会議長引いて空港着いたのがギリギリだったんだ。許せ。とりあえず今から飛行機で東京行きます。あらかじめ言っておきますが、この動画は2019年に撮ったものなので、今とは違う箇所もあるかもしれませんが、ご了承ください。夜桜に君を隠して新たな道へ。無情な選択、美しさもなく、はい、乗りました。今回の機種はエアバス A321、 正確には A321 ネオと呼ばれる機材です。この機材は2017年に再投入された機材で、国内線にもかかわらず個人モニターが備わっているのが特徴です。めたい話をするんだけどさ、2019年の動画をなぜ今さら。まあ言いたいことはいろいろとあると思うけど、離陸後にそれらはちゃんと説明します。Safety instructions. 手荷物は座席の上の物入れまたは前の座席の下に収納してください。 Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Ladies and gentlemen, please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you. お待たせいたしました。離陸いたします。羽田空港着陸予定時刻はただいまのところ7時17分の予定です。
知ってると思いますが、人気向けの旅行動画をここ最近作ってました。そのため公開用の動画が作れていなかったことが理由です。内容としては、後日公開できる状態に再編集して公開予定ですので、短期間に連続投稿してるシリーズがあったら今回もそれだと思ってください。次になぜ今更2019年の動画を出しているのかというと、この翌年に何があったか覚えていますよね。未知のウイルスでもあったコロナが蔓延しだした年だったね。そのため、旅行すること自体が NG とされ、なおかつその時期に旅行動画を投稿すると、コロナ流行中に旅行したと言わらぬ推測も立てられていた風潮が目立っていたため、一時旅行動画の制作を止めていました。その後、海外へ行くことも困難になり、出すタイミングを探っていました。そして2023年になり、海外旅行がまた復活しだしてきたこともあって、久しぶりに残っていた海外編の制作を再開したってわけ。ちなみに時系列的には、シンガポール航空を使ってシンガポールに行った次の旅行がこれになります。ということはこれってこれから海外に行くってこと？そう、だからこんな夕方から羽田に向かってる。それもまた山口とかいう懐かしい場所から向かってるんだね。この時期の活動中心地が山口だったからね。今は皆さんご存知の通り名古屋が活動中心地です。というわけで、コロナ禍中にも少し触れてましたが、こんな感じで温められていた海外編がシリーズで3本ぐらいあるので、しばらくはその投稿が続く予定です。ただ先に出したい前提任務的なシリーズもいくつかあるので、それを優先させるかもしれません。なので、行った順番と動画の順番は、必ずしも一致してないことはご了承ください。一応情報が古いものは注意書きをしておきます。飲み物はアイスコーヒーを頼みました。確かアイスコーヒーは、夏季限定で提供されていたはずです。
携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。到着ロビーへはお立ちください。皆様、今日もスターライアンスセンター ANA をご利用いただきましてありがとうございました。空港に到着しました。そしてまさかの置き止めでございます。羽田で置き止めって初めてじゃない？あまりないパターンだよね。こんな立派なエスカレーターまであるんだね。置き止め施設にしては金がかかってるんだね。バスに揺られてターミナルビルまで戻ってきました。今日は国際線に乗るので、荷物はここでは受け取らず、そのまま第3ターミナルまで移動します。ただこの時はまだ、国際線ターミナルという呼び方だったはずです。ところでまたまたどこに行くのか聞かされてないんだけど、それは搭乗ゲートに行くまでお楽しみってやつじゃないの。でも、悪魔、人手なし、だってまんじゅうだし、そういう問題じゃねえんだよ。何度言ったらわかるんだ。連絡バスの中ではお静かにしてくださいね。国際線ターミナルまで乗ってきました。どこに向かうかは、次回の動画で。